前回の動画で質問してたこのカラビナについているイヤホンの結び方を教えてください。やっていきたいと思います。1、人差し指と中指で挟む。2、8の字に巻いていく。3、少しだけイヤホンを残す。4、その状態で8の字の中心を2回巻きます。これはほどけないようにするためのポイント。5、指から離します。この時にほどけないように。6、8の字の中心を巻きます。7、巻いた穴にイヤホンジャックを入れます。こんな感じで出来上がります。ここで100均で買ったリングを召喚。これをイヤホンにつけてカラビナにつけていきたいと思います。そしてこちら白のカラビナに装着いたします。そしたらこんな感じで出来上がりました。実際にデニムにつけていこうかなと思います。こんな感じです。これでエアポッツの電源が切れた時も安心。おすすめのカラビナ紹介の動画などはコメント欄のリンクから。